ん、こんにちは。私たちは天津学院大学、天津学院大学短期大学部、天津学院中学校、高等学校、フェスティバルバンドです。よろしくお願いします。申し遅れました。私、天津学院大学吹奏楽部部長の龍馬です。競争祭をこの演奏で皆様と一緒に盛り上げていきたいと思います。それではどうぞ。ただいまの演奏はテレビアニメおじゃ魔女ドレミの主題歌おじゃ魔女カーニバルでした。最近では TikTok の音源としても有名ですよね。旅だけでも聞いたことがある人が多いのではないでしょうか。続いての曲はジャンボリミッキーです。この曲はミッキーマウスマーチを基本とした軽快なテーマに合わせて登場するキャラクターたちと一緒にダンスをするイベントで有名ですよね。この曲を知っている方はぜひ元気に歌って踊って私たちと一緒に楽しみましょう。
ありがとうございます。改めまして HGU 浜田学院中高、合同のですねフェスティバルバンドです。どうぞよろしくお願いします。ありがたいですね、皆さん盛り上がってくれてね、そちらの子たちもねみんなね何人か踊ってくれて本当にねありがたいです。ここでですね、皆さんにですね、本日ですね1曲目2曲目の指揮を振ってくださった先生をご紹介します。元浜名、高等学校吹奏楽部顧問、現、浜津学院中学校高等学校吹奏楽部の音楽コーチです、太田隆文先生です。先生、これからもよろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、またいつものようにですね、浜松学院中学校高等学校吹奏楽部顧問中手川裕二が、指揮を振らせていただきます。どうぞよろしくお願いします。と言っても次の曲で残念ながら最後の曲になっちゃうんですよ。って感じですね。なのでここでですね、皆さんに学院のですねアイドルをですね紹介したいと思います。みんな行くよ、せーの、そうちゃん。はい、みんなお待たせ。お待たせお待たせ。ファンのみんなありがとう。ちょっと暑すぎ。ファンのみんな、私たちのために集まってくれてありがとう。日本全国、北は北区から南は中区まで1万3000人も集まってくれてありがとう。そうちゃん、でも一人で司会するの寂しいからちょっと仲間を呼んじゃおうかな。マナティー。はーい、マナティー。早く、ごめん、ちょっと待って、そうちゃん、早く、ごめんね。早く早く、ごめんごめん、お待たせ、ありがとう。改めまして、こんにちは。浜松学院中学校高等学校吹奏楽部のアイドル、そうちゃんとマナティです。よろしくお願いします。ありがとう、みんな。次に演奏する曲はアニメ推しの子の主題歌、アイドルです。私、完璧なアイちゃんが好きなんだよね。ほんとだね、もう超かわいい。それの、私もみんなの心に残るような究極のアイドルになれるようにこれからも頑張るね。いいね、いいね。みんな盛り上がってる？ファンのみんなも最後まで私たちのライブ楽しんでいってね。それではみんなに愛を込めて演奏します。アイドル、3、4。
ていただくのは浜松学院大学4年亮太です。よろしくお願いします。皆さん最後までお聴きくださりありがとうございました。最後に演奏する曲は怪獣の花歌です。本当に本当に最後の曲になりますので皆さん盛り上がっていきましょう。それではどうぞ。ありがとうございました。改めまして浜松学院大学、浜松学院大学短期大学部、浜松学院中学校、浜松学院高等学校、4校合同の、フェスティバルバンドです。この後ですね、まだね、たくさん、いろんなイベントを行われています。また浜松学院高校のですね、子ども教育コースの子たちもですね、イベントで行っておりますので、ぜひね、そちらの方にも足を運んでいただければと思います。これ今後もですね、大学、短大、高校、中学できたらね、幼稚園や子ども園、学園上げてですね、もっとね、地域を盛り上げていきたいと思ってますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。本日ありがとうございました。この後もぜひ、浜松学院大学競争祭をお楽しみください。